じゃあどうも久しぶりです。久しぶり、まあ、紹介するまでもなく、はい、高橋芳彦さん、よろしくお願いします、ね、はい、まあ、かつてはプレイボーイと言われたかつては今も分からん、もうやめてくださいよもうおじいちゃんなんだから確かにそ そう今度打てるからさ、えワクチン、えそんななりました64の早丸だから65の計算になる。だそんなになりました。なったよ。で、え、ユタがいくつになった？いや、僕62です。そうだろ？ああ打てないやろまだ。ちょっと待ってください。一つ違いじゃなかったですか？違う、早生まれだから多分。二つ違いですね、うん。そんなに若いですもんね。もう頑張ってるよ。ねえ、うん、まあ吉岡さんも YouTube やられてるということで。で一番最初からずっと言われてたやん。YouTube 出ないか YouTube 出ないかって、はいはいはい、出て、はい、全く興味なかったから俺。そうでしょ？そう。それが最近さ、はい、興味持ってきたわけよ。僕もたまに見てますよ、うん、はい、ただね、どういうノリでやっていいか分かんないわけやない。いや、ノリとかあんまり意識することないですよ。ない、真実を伝えていくという、それが一番怖いよ。まあ確かにね、僕は怖くないですよ。もう俺も怖くないけど。そうでしょ。怖くない、全然。もういいじゃないですか。まあ確かにな、ね、うん、それを楽しんでいただけるんだったら、うん、まあ吉岡さんといえば、うん、僕はプロ野球選手の中で、はい、やっぱバットを振った数、練習をした量、うん、トップ3に入るんじゃないかっていうぐらい。わ、だって人がそうやって言うけど、自分の中で そんなことないんだもん。それもすごいハードな練習してたでしょ。まあしてたね、まあ、例えば、うん、僕は太陽時代に、うん、広島行って雨で中止になるじゃないですか、うん、で、ミササっていう打て練習汚い汚いって言うな。めちゃくちゃ汚い。球場それも狭い。球場も汚いんやから。その延長線上にあるわけやから。いや、球場は別問題として、あれ雨天練習場って言ったら言えないぐらいの、ね、まあ確かになでしょ。打つとこ2つかそうそうそう なくてな。で、1つは短いし。そうそう。いや、それで僕打席に入ったんですよ、うん、で、はい、スイッチ入れてって言ったらめちゃくちゃ近くて速いんですよ。そうそうそう。おい、ちょっと待てとそしたら話聞いたら、それを吉子さんはガンガン打ってるって言うじゃないですか。俺半分にして打ってたもん。すごいですよね、マシン。あれ体感では150キロ以上ですよね。どうだろう、速かったと思うよ。だから俺ステップをこう、大谷選手がいるやん、はいはい、先にステップするやん、あれの俺小さいバージョンで打ってたから。またいいように言って、こ聞こえがいい知らんすよ、そんなの。だからそれで、だから小さいステップなんや。いや、それで最初、うん、僕プロ入って、うん、まあ高橋芳彦さん、うん、まあ僕らとしては憧れですよね。 若くから出て、まあね、ポルシェ乗り回して、はい、真っ赤なポルシェ。間違いないでしょ、うん、で、ああいいなって、僕はあんなになりたいなと思いながら、うん、で、三笹行ったらこれを打ってると、うん、あ、このぐらいの練習せないかんと、うん、でもなんでこうやって構えてこんなバッティングだったでしょ。だってスイッチしたから俺右から左に変えたのがプロ入ってからだからね。ああ、でそれまで一回も打ったことないんだから。左をね、左振ったことないんだから。ああ、で最初だからスイッチしないかって言った時に、まあ、簡単に気持ちで「はい」って言ったはいいけど、構えた瞬間「えちょっと待って、これどうやって振ったらいいんやろ」ってなったんやマジで笑うけど、ああ、本当そのくらい構えた瞬間「えここどこ？」ってなるぐらい振れなかったんや。ほんでそうこうしてる間に一番簡単なことをしようと思ったわけ、はいはいはい、で、バットって重たいやん、はいはい、で、重たくて、だから上段に構えてたわ、はいはい、だから重たいもんを、ね、重たいもんを落としゃいいと思ってたから。だから極端に言ったらスイングじゃないんや。いや、でも僕から見てたら、僕らはボールの軌道に入れようとするじゃないですか。入れるね、入れる。吉彦さん、点で打ちに行ってたんですもんねって思うやろ、はい、俺このボールをこうやって軌道で切ってるからね。いや、本当なんだって。そうですか。こうボールがあって点で、こう点で打ったらボールって上がったりばらけるんよ、はいはい、でそれを、まあ、普通豊かなの水平に入れておくやん、はいはい、このボールの軌道に、はいはい、で俺はボールに対してこう斜めに内側から入れておく、はいはい、でこうやって線でこうやって弾き返す。理屈はね、理屈は形は全然違いますけどでもだからこうやって打ったらこうやって上がるからね、普通ボールは、はい、だから上がらないようにこうやって押し込んで、内側押し込んでこうやって打ってたからね、うん、だから重たいものを上から落とすっていうイメージ。もう単純なあれです。単純で
なおかつもっとやったのは俺ベースに近づいた、うん、一番近かったんや。いや知ってますよ。だデッドボールでも何発もかせたからね。いやありましたね。そうすると面白いんでベース板に近づく分だけ。それ近いからじゃなくて生意気だったっていうこともあるでしょ。なんで生意気関係ないよそれいやいや生意気だからぶつけとけみたいな。あ俺かそれもあったでしょこのちょろちょろ仕上がってとか確かにあったな。そういう憎しみも込めてのデッドボールもあったでしょ。まあでもデッドボールくらったから喜んでしたからね。いやそりゃそうですよね、うん、ランナーくれるんだから。でも足とか嫌だったでしょ。足なこの腰回りだったらいいけど、うん、でも結構足でも当たり方によっちゃふくらはぎはダメだけど他のところ痛いだけだから大丈夫だったよまあ昔の広島はね。そうそう休めないし。そう休めって言われたことないの。そうでしょ、うん、休むって言ったらあお前もうレギュラーじゃないなって言われた時代ですもんね。だっていいよいつまで休むって言われるもん、ね、ずっと休んでくれていいって言われるもん、うん、そのくらいよ。ですよね。だから俺は近づいて上から振り寄せいいって。だから離れるとさ分かるやろ、うん、離れるとアウトコース向こうに打たなきゃいけない、はいはいはい、インサイド引っ張るいわゆる技術がいるわけよ。で俺の場合は近づいた分だけ上から落として内側されて、まあ、シャンク出てもいいなって言って打ってた、うん、でもあれだけ練習を支えたものっていうのは何ですか。まあ、最初はやっぱ下手っていうのを感じたから。プロ入って、うん、でキャンプ行った時にさあ俺クビになると思う。すぐすぐそのぐらいレベルが違うと思ったんですか。うん、うん、で自主トレの時は昔広島さ観音っていうところにさ、はいはい、県営球場ってあったんだ、はい、空港が昔あったから、はい、そこで自主トレやるわけや、はい、でその頃みんなで自主トレしてた時はそう大したことじゃないと思ってたわけ。でキャンプ行きました。蓋開けた瞬間もうレギュラー連中やん。それはすぐ一軍のキャンプに連れてってもらったんですか。そうそう、ジョー・ルーツが新人を連れてけっつって、はい、見るのにね、うん、はい、ただレベルが違いすぎて、はい、あ、俺クビになると思った。それからですか。それからで久保さんがまだ守備走塁コーチだった、はい、で吉井コーって、いやプロ野球ってのはいわゆる足だけでも飯食えるんだぞって言われたよ、はい、でそこから考え方が変わった。考え方変わってバットを短く持って右でも、それからだな。でクビになるんだったらいいわと思って、うん、まあ、頑張ってみようって言うんでやった。でも体が人一倍強かったですよ。強い。これは何なんですか。分かんない。親に感謝ですか、うん、ただそれだけ。それだけだね。足速かったしな。いやそれはもう分かってますよ。そんなそれで体がねほんまね壊れんかった。本当強かったですよね。強かった。あれだけ夜もほっつき歩いててその代わり練習は人一倍して寝てました。いいか、ちゃんと遊びは遊び、練習は練習、区切って3時間遊べたらいいわけやんか。まあ、遊ぶんだったら3時間目いっぱい。だ何時間ぐらい寝てました。8時間です。本当寝てました。寝た本当寝た。でなんかポルシェも冷める前にもう乗って行ってたでしょ。冷める前ってこと。いやだから夜帰ってきて冷める前にもう球場行ってたでしょ。そんなことはないって。本当ですか。まあ夜中よポルシェに出かけてたけどな、門限があるのにな。俺の場合は押して出てたでしょ。いやいやエンジンかけたらうるさいから。いやいや普通にかけてた。そらいかん。でそれはもう寮長知ってますよ。寮長知ってるよ。知ってるでしょ。寮長だから若い連中からなんで俺はいいんだって言われてた。まあ練習するからね。で寮長もよう言わんかも。言わんかったもん。言わせなかったんだ。ああ出てった出てった、うん、でも吉井子さん覚えてます。北別府さんと遠藤さんの、うん、広島市民球場での投げ合いで、うん、吉井子さんのソロホームラン1対0で勝った試合、2時間ちょっとで終わったし、あペイが投げたさ、もんな遠藤さんとな。覚えてないですか。覚えてない。1対0で1対0で北別府って話が出てきただけで覚えてないもん。たこれ嫌いなんですかなんか悪かっためっちゃくちゃな。悪かったっていう今も悪いでしょ。いや今この間、何年か前トークショーやった一緒に。本当ですか。今全然それは仕事でしょこれでしょ違うねやっぱなお前年取ったらそうなるんだって。まあまあ丸くはなりますよね。で若い時って俺だってレギュラー取ってもバンバンだったからもうトゲもあるとこじゃないもん。でわざとエラーしたりとかしてたでしょ。ないそれはない。それは加藤さんが悪いんやって。違う違う、僕らベンチから見てて、あ加藤さんが言うんですよ、よしこエラーするぞって言って。いやあ本当だって。何ですかって。めっちゃ仲悪いんだよとか言って。だから広川さんが言うわけよ。でベンチから広川さんが俺に言う、いやほらショート打てって言うわけやんか。そうよ。でワーとエラーなんかできるわけないやないか。それで
でもわざとに見えるんですよ。違う、すごい意識するんよ。あ、わかりますわかります、言われるから。あ、そうそうそう、わかりますわかります。ほんでエラーするやん、したらほら見ろってな、わーっとって、そういう目で見てるからそうやって見えるだけだよ。でも統計的に見るとペイさんが投げた時に一番エラーしてますよ。いや、これは間違いない。統計的じゃん、俺普通に平均的にエラーしてるから。そうでしょ、うん、大丈夫。いやいや、でもその統計を取ったら絶対ペイさんの時に、例えば100やったとしたら、通算ね、うん、100やったとしたら、まあ70ぐらいはペイさんの時っすわ。どういうこと言うなお前。ただ、ということはペイがね、やっぱゴロを打たすのうまかったんやな、うん、そういう意味です。シュートピッチャーだし、ただそうです、ね、ショートゴロ多かったからエラーが多いってことしかない、なんないんだよな。達川さん言ってましたもん、打席に入ったら。言うな、その名前も。喧嘩してますもんね。はい。